よいしょー、どうもどうもどうも、スタンドバイシネマチャンネル始まりました。塚原直彦です。よろしくお願いします。はい。スタンドバイシネマチャンネルっていうのを言うですね。スタンドバイシネマチャンネルっていうのは、映画に関することなら、映画レビューとかではなく、雑食で何でも絡んでいこうって映画チャンネルでございます。はい。よろしくお願いします。よいしょー、というわけで、ちょっとテンションを高めでお送りしますが、なぜかと言いますと、はい。今週9月18日金曜日、クリストファー・ノーラン監督の最新作、テネットが劇場公開されます。おめでたい。いや、これはですね、ものすごい映画界にとっては大事なことで、重要なことでございまして、とってもめでたいことなんでございます。はい。まあ、なんでかと言いますと、まあね、このコロナ禍でね、まあ日本はもうそうですが、アメリカが超大打撃を映画界が受けておりまして、あのね、最近ニュースになりましたが、ディズニーのムーランが、なんと劇場公開を諦めて、ディズニープラスでの配信に切り替えましたね。あれはね、ちょっとかなり衝撃的な出来事で、ちょっと、まずいんじゃないかって言われてまして、まあなぜかと言いますと、まあこのね、ディズニーがそもそもなぜ切り替えたかっていうと、まあディズニーってのはね、キャラクター版権とか、ものすごいね、いろんな映画の、ロイヤリティで儲かってると思いきや、実は一番の収入源は、テーマパークの収入源だったらしいんですよ。ディズニーランドとかディズニーワールドとかね。それがこの3、4ヶ月閉まったことによって、超大打撃を受けてしまい、まあ、背に腹は変えられないということで、劇場公開にしたという、劇場公開諦めて配信したってことなんですね。まあね、致し方ないんですよ。ないとはいえ、やっぱね、危惧されてるのが、この数ヶ月、3、4ヶ月で、みんなが配信、サブスクとか、アマプラとかね、ネットフリーを見ることに勝手に慣れてきてしまっていること、まあいいんですけど、いいことによって、ディズニープラスでここで追い打ちをかけて、余計劇場離れ、映画館離れが進んでしまうかってことで、かなりね、映画界においては、際どい状況なんですよ。ただ、そこに来て、来ました。このクリストファー・ノーランでございますよ。彼が唯一も映画界の希望と言っても過言ではない。このテネットの映画自体の希望と言っても過言ではない2020年の希望でございます。まあ、彼が絶対にいろいろ配信しろって話もいっぱいあったらしいんですけど、いやいや、絶対俺は映画館じゃなきゃ書けないってこだわってくれたことによって、それが今、アメリカで公開されまして、超特大ヒットして盛り返したらしいですよ。映画界の勢いを。なので、これでなんだ、日本もね、劇場公開され、これでみんな見に行って、これを見に行くことによって映画界のためにもなるというね、希望のような話なんでございます。はい。というわけで、今回はその、クリストファー・ノーランがなぜ映画界にこだわってるか。彼はね、クリストファー・ノーランといえば、IMAX カメラにこだわってるんですよ。IMAX。聞いたことあると思います。今日はですね、この IMAX とは何なのか、ということについて、ちょっと詳しく話していこうかなと思ってます。はい。よろしくお願いいたします。まあね、IMAX、彼が IMAX にこだわっている理由なんですが、まあそもそも IMAX っていうのは見に行ったことなのは分かると思うんですけども、まず画角が凄まじくでかいんですよ。映画館のスクリーンもでかいしね。それだけでなんで500円ぐらい多めに払わなきゃいけないのって映画館、まあ、みんなに行かない人は思うかもしれませんが、まあまあ話していきましょう。はい。で、IMAX っていうのは、会社名でございまして、カナダの会社で、もともとマルチスクリーン社っていう会社があって、それが社名を変更して、今 IMAX 社ってのがあってですね。つまり会社名であり、その IMAX 社が発明したフィルムの規格とかでもあり、映写システムであり、それを総じて IMAX と言ってですね。はい。で、あいつも IMAX、ちなみに IMAX っていうのは、イメージ、マキシマムの略ですね。IMAX って言いました。だから一説には、IMAX、目のマックスみたいな話もあるんですけど、多分、まあ、イメージマキシマムって言葉って言われてますね。はい。で、IMAX と普通のフィルム、映画館が、映画何が違うかっていうと、普通のフィルムは 35mm フィルムってフィルムなんですね。よく皆さんなんか写真とかね、いろいろ見たことあると思いますけど、こうやってちょっとこういうフィルムがパッ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 って並んでるじゃないですか。で、それをこうやって前に回転させていくっていうね、よくこうやって、ニューシネマパラダイスとかね、よくやるじゃないですか。こうやって回転させていくっていう見たことあると思うんですけども、IMAX のフィルムはなんと 70mm フィルムなんですよ。で、単純に35から70フィルムになって、単純に倍と思いきや倍じゃないですよ。面積も違うんで、その、さらに数倍の情報量が入ってるんですよ。で、70フィルムっていうのはしかもちょっとね、正方形なんですよ。結構マシックみたいな話をしてて、で、普通は縦に並んでるんですけど、35mm フィルムは。70フィルムは横に並んでるんですよ。バン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 つって。これはその、より多くの情報を吸収して出力するために横に並べるのが一番いいらしくて、ことによって、こうやって回すんですよ、フィルムを。こうじゃなくて。こうやって回すフィルムなんですね。だからね、本当にね、こう横にボコンってなってるんですよ。で、つまりそのフィルム、まずそのスペースもつまり取るんですよ。物として。スペースも取る。つまり物も大きいから重い。
で、カメラ、アイマックスカメラが4、50キロするからめちゃくちゃ重い。で、さ、そんなものを使いたくないからね、皆さん使ってなくて、ノーランがこだわってる。ノーランだけこだわってる。で、まあ、大体なんで価格だけにこだわってるか。っていうことじゃ、価格だけじゃなくて、実はもうね、ちょっと細かい理由があるんですが、また後ほど説明するとしましょう。はい。で、IMAX っていうのはもともと、最初に、公開されたのが、なんと、1970年の日本の大阪万博だったらしい。はい、大阪万博で初めて公開されたらしいですよ。日本でね。そんで、それ最近、それがなぜ2010年頃まで、IMAX っていうのを聞かなかったじゃないですか。っていうと、そもそも IMAX っていうのは、映画、とか、物語性がある映像には不向きなんですよ。まあ、なんでかっていうと、さっき言ったみたいにめちゃくちゃ重い。で、1個なんで1台50万ドルするらしいんですよ。それ5000万ぐらい。50万そんなものを使いたくない。持ってきて移動させたくない。重いし。で、さらに、つまりもともとはドキュメンタリー映像とか記録映像とか実験映像に使われるものだったらしいんですよ。で、つまりそのずっと風景を撮るとかね、動物たちの生活を撮るとか、だから情報量が細かくある分にはそれはいいし、置いとく、据え置きしていく分には重くてもいい。もうね。で、それをノーランが2000、これです、持ち込んだのは、これ。ダークナイトでございますよ。あの伝説のヒース・レジャーの作品。これで持ち込んだことが始まりですね。はい。で、ちなみにダークナイトのクリストファー・ノーランは世界にね、そのまだ IMAX カメラになんて4台しかないんですよ。4台中、なんと、2台壊してます。やばい監督でございます。はい。じゃあそのダークナイトで、しょっぱなすぐ、カーチェイスのシーンで一作目にしてぶっ壊しました。おいおいおい。ね。まあ、なかなかやっちまったなと。実際、まあ、反省したと思いきや、続いてダークナイトライジング、次の作品でも、バットポットっていうね、バットマンが、乗るバイクにぶつけてぶっ壊しました。いや、もうなかなか、もうそんな監督嫌でしょ。もう現場ピリピリでしょ。もう絶対見なさいですよ。絶対ついてきたくない。ね。だ見るだけで十分。はい。って感じなんですけども。で、なんとしかもその2個、あとの、ダンケルクっていうね、戦争映画。でも、なんとスピットファイアっていうね、戦闘機にくくりつけて、結構無理やりくくりつけて、そのまま、墜落させるシーンを撮って、すごい迫力なんですけど、そのまま水没しました。ね。誰がそれ OK 出したんですかね。そんなことを、こう、なんと3代目で壊した。と思いきや、それは、なんとか早く引き上げて、つってもね、1、2時間かかったらしいですけど、引き上げて、真水で洗浄したことによって、フィルムとカメラはなんとか無事だったらしいです。はい。なんでギリギリ3代目は回避して2台で済んでるんですけど、まあそういうね、なんとも破格な、ぶっ飛んだ監督でございますよ。すごいんですよ。はい。で、で、もそもカメラっていうのは、フィルムっていうのは、フィルム、デジタル、今のスマホとかと違って、カメラっていうのは基本的に焦点を合わせなきゃいけないですよ、ピントをね。で、スマホは自動に回ってくるじゃないですか。合わせなきゃいけなくて、で、結局、物がでかいし、ってこと情報量が多いので、カメラピントを合わせるのにものすごく時間がかかると。つまり時間がかかるってことは、セッティングに時間がかかる。つまり、それ撮影に時間がかかる。撮影に時間がかかるってことは、スタッフを拘束しなきゃいけない。プラス、キャストのギャラも、キャストの拘束も伸びてしまう。だからめちゃくちゃ金がかかる。物を使うのも金はかかるし、キャストの人件費もかかる。そうして金がかかる。ね。プラス、そのフィルムがなんと、1000フィートで25万円ぐらいするらしいんですよ。70mm のフィルムは。1000フィートって1フィートが、1フィート30センチぐらいなんで、30センチで250円ぐらい。これだから、ね、これぐらいで250円と思うと、あれそんな大したことないなと思うかもしれませんが、いや、デジタルカメラと違いまして、データじゃないので、データは決してね、取り直せば上書きできますけど、フィルムってのは一回焼き付けちゃったら終わりですから、ね。つまりめちゃくちゃリスキーなものなんですよ。だから、もう人件費もかかるし、フィルムのお金もかかるから、もう、皆さん500円ぐらい払おう。もう、めちゃくちゃ金かかってるんですよ。本当に。IMAX ってのはね。だからもう、そうはしょうがない。もうしょうがないことなんでございます。はい。ね、IMAX と一人言いましても、いろいろ種類がありまして、IMAX、もともとあったのが IMAX デジタルっていうのがありまして、それはなんと 2K だったんですね。これもね、家電が詳しい人なのあれかもしれませんが、2K。から、IMAX レーザーっていうのができまして、それはなんと 4K なんです。これも凄まじい情報量の違いで、めちゃくちゃ綺麗だったんですよ。で、まあ、最新できたのが、IMAX デジタル GT テクノロジーってやつができまして、
それがもう一番 IMAX のフィルムの情報量を最大に発揮することができる状況、 IMAX GT テクノロジーですね。ただそれが今劇場で見れるのが日本でまだ2個しかなくて、それがあるのが 大阪のエキスポシティってところと、ちょっと前に行きましたね、池袋のグランドシネマサンシャイン池袋のみ2館しか見れないですね。だからもう本当にその IMAX の最大の魅力を見に行くには、そのどっちかに行くしかないってことです。はい。ちなみにそのさっき画角がでかいって言いましたが、 IMAX の池袋とエキスポシティは、18m×26m とかなんで、めちゃくちゃでかいです。行ったことのある方ならわかるかもしれませんが、それが IMAX GT テクノロジーが見れる、もう本当に最高です。だから日本で一番でかいのは、札幌のユナイテッドシネマの、20×27m がでかいらしいですけど、それ IMAX レーザーとかだったはずなんで、IMAX GT テクノロジーに関してはそのグランドシネマか大阪エキスポシティだけですね。はい。ちなみに世界最大のは、なんと、あとオーストラリアにあるシアターシドニーってとこが、なんと30m×37とかだったかな。もう、異常ですよ。10メートルくらい違うんですもん。池袋グランドシネマサンシャインの。めちゃくちゃバカでかい。まあ、いつかね、そこにも映画ファンなら行ってみたいと思いますか。はい。ことでございます。で、結局その画角だけにこだわって、なんでその画面の大きさだけじゃねえかっていうかもしれませんが、まあ、わかりやすく説明しますと何が違うかって、情報量の差を違う説明しますと、結局、普通の写真のサイズぐらいを、まあ、IMAX するじゃないですか。と、35ミリフィルム、今までのは、言ったらプリクラみたいなものなんですよ。ちょっと語弊ありますよね。プリクラと普通の写真比べてみてください。もう、明らかに違うんです、情報量の差が。もう、こんな、ね、ちっちゃい情報量も減っちゃうわけですよ。大きいといろんなもの詰め込むじゃないですか。で、プラスね、その差を選ぶっつったら、それはね、もう段違いです、映画館で見たら。もう皆さん見たことなくても分かるかもしれませんが、それは IMAX の差、でかい。で、やっぱね、そのコントラストの差、画面が大きいか、情報量が大きいと、結局画面が綺麗に見える原因っていうのは、明暗がはっきりしてるっていうのだけじゃなく、結局ぼやけてるのと、ピントが合ってる差のがくっきりすれば、すっきりする画像って綺麗に見えるもんなんですよ。でそういうところがさらにはっきり見えるので、IMAX は素晴らしく画像が綺麗に見えるとか迫力があるってことなんですね。まあなんとなくね、そういう今の例え伝わったでしょうか。はい、了解でございます。なかなかね、ちょっとね、いっぱいグワーっていっちゃいましたが、そんな感じで、つまりこの IMAX、テネットは IMAX で撮ってますんで、IMAX シアターで見に行きましょう。で、映画館でちょっとお金を落として、映画館を盛り上げましょう、皆さん。はい。というわけでございます。もう映画界の希望、ゲスト&オーランのテネット。これは絶対に劇場で皆さん見に行きましょう。はい。というわけで、ありがとうございました。感想をね、テネットの感想動画も上げれたと思ってますんで、また、お願いいたします。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。いやー、いっぱい喋ったな。スタンドバイシネマ。楽しみですね。